た。こんにちは、須江豊選手。はい、豊選手。すいません。もう現役復帰が。今パリーグで、はい、ナンバーワン人気になりつつある選手がいます。それはわかるよね。誰でしょう。タミヤでしょ。そうです、タミヤ優愛選手です。何お前今頃言ってんの。俺は去年から言ってるから。そう、去年の後半ぐらいからずっと言ってますよね。絶対出てくるから見といてみて。現在首位打者だ。はい、トップです。で、得点圏もトップ。得点圏打率ね。これで3割5分ですよね、確か。この前、はい、あのエスコに行った時一緒に写真撮って、はい、あのインスタに上げたんだよ。うんうんうん、うん、ね、上げました。そしたらお前何動いてる割にはまだ太ってるって俺のことあ、ゆたかさんのこと、うん、そっち。お前ふざけんなよお前急に痩せるかよみたいなあ、そっちね。やってるからちゃんとみたいな腹立ってたんだよ。そっちに。そうそうそう。え、コメントでどうなん、そっちもありつつも、例えば、いやだね、一押し選手って言ったら、うん、今川選手はどうなんですかみたいな。気持ち役。いやそうだよ、今川、うん、お前応援してるから心配するなって。いや、見た今川選手のコメントじゃ出てる。え、なん、え、インスタグラムに、なんて涙のマークです。ほらー、違う違う違う、ほら違う違う違う、泣いてる。いや、今川、ま、ね、焼き餅焼くなってあ、まあ、ほら乗り換えられたって。違う違う、今は息子みたいなもんだから。ちょっと、じゃあタミヤ選手は、タミヤ、うん、タミヤ孫みたいななんでそんな年変わんないでしょ変わんないでしょまあでもね、その豊さんも一押ししていたタミヤ選手が、はい、いや、もちろんオールスターでのキャッチャー部門も現在ね、はい、1位ですし、さらに打率も1位、現在3番 ?4?5 番か、5番打ってますし、で、可愛いと川口春奈さんに似てるって今ネットでは。いや、これはもう本当にめちゃくちゃ人気出ると思う。もう出てますね、これ。出てると、めちゃくちゃ可愛いんですよ。いや、もう一緒に写真撮ってくれてな、うん、まあ、豊さんもやっぱりそこはちゃんと抑えるとか抑えられます。いや、抑えるっていうかまあ一応その選手、まあこうやっぱスターになってほしいなと思うしね、うん、でそこに敏感に反応する今川選手、何ですかこの三角関係は。今がお前のことはもう常に応援してるから。いや、ね、本当にもう心配するなって。だから今ね、やっぱ一押しって言えないだろお前、お前活躍せんかよもう。確かにね、確かに、うん、今活躍してない、どっちかというとタミヤ選手がうんと言っちゃってますけれども。そうそうそう。いや、でも今がは気になってしょうがないの。いやいや、押してるからちゃんとしっかり。タミヤ選手はもう豊かさほっといても、今いろんなファンが言ってますよね。いや、そもそうよ。でも今川選手は俺しかいない。そんなことはないけど。いや、でも実際に、まあ、この今人気、まあ、もちろん実力の方も非常に成績出してて素晴らしいです。打ってはそうコンちゃん、そう、なんか打つのはコンちゃん、はい、そうそうそう、守りに入ったら開拓や。そうで、顔が肩もいいんだよ。で、顔が川口春奈。いや、それでもう一つこれ忘れちゃいけないのは、足もめちゃくちゃ速いんだよ。そう、足は誰、盗塁もできるんだよ。あ、もう三拍子、シュートまではいかないけど、はい、どのぐらいいくかな。結構速い。いや、結構速いよ。そんなキャッチャーっていなかったですよね。いや、今まではね、うん、大体もうマスクかぶるでしょ、うん、顔はあんまり注目されてないから、うん、あ、もう取った方がいい。まあ、でも小林がいたら。あ、そうだ、小林は2枚目、うん、タミヤは、うん、なんかちょうど可愛い系、ベビーフェイス、そう、なんかジャニーズ系だよ。あ、そうですね、まあ、あのスタートアップエンターテインメントですけれども、今なあ、うん、可愛らしい顔しててもう人気ですけれども、だからキャッチャーってさっきもおっしゃったようにマスクかぶっちゃうので、もうスケルトンにしたらどうですか。ずっとファンが見えるように顔なあ、うん、いや、だからたまにこうやって撮るのがいいんだよ。こうやってファーンって、キャーンって。いや、いいと思うよ。でも、まあ、まずバッティングなんですけど、豊さん、はい、去年の後半からいや、いい、すごい選手出てきたよっておっしゃってましたけど、いや、もう抜けてるな、バットコントロールが。そう、バットコントロールがすごいんですか。いや、すごいすごい、うん、あのやっぱバットの出し方だとか、まあ、大体縦振りで出てくるんだけど、バットがね。でも、もう両サイド打てるよね、うん、まあ、あの若さであれができるっていうのは大したもんだよ、はい、うん、で新庄監督もやっぱ8番スタートを開幕の時させて、で今やもう5番に抜擢してるからね、クリーンアップです。やっぱもうそこから落とさないし変えないから、はい、だからどれだけやっぱこうバッティングがしっかりしてるかっていうことで、うん、
肩も強いし足も速いし、うん、バッティングもパンチ力もあるしね、はい、だからもう言うことないよ、ね。まあ、あの伏見選手が入ってきた時には、まあ、伏見選手と併用、まあ、併用もしてますけれども第一で、まあ、伏見もいるし清水もいるし、はい、まあ、いろんな選手がキャッチャーとして郡司も使おうとしてたり、うん、マルティネスもいたけど、うんうん、まあ、ほぼっていうか、まあ、タミヤだろうな。もう確実に正あ、ね、第一正捕手。いや、もう正捕手だよ。ですよね。もう確実にもう抜けちゃったもん。ですよね。大したもんだよ。本当に大したもんだよ。なんでしょう、あそこからレギュラー勝ち取ったっていうのは、まあ、いっぱいあのライバルいたよ、本当に、うんうん、いいキャッチャーいるからね、はい、でもその中でやっぱ抜けた存在になったからさ、うん、それはやっぱ身体能力の高さっていうこともあるよな。もともと持ってるものもあるのか。で小技も効くし、はい、パンチ力もあるし、うん、なんかこう兼ね備えてるんだよ、うん、顔まで。顔までですからね。そうそうそうなんです、ね、新庄監督はもうスター7人作るって言ってたけど、うん、作るって言った瞬間には多分名前がなかったと思う。まあ例えば清宮だとか、はい、野村だとか、うん、万中とか、はい、磯端とか、うん、そうい こう顔は浮かんだと思うけど、タミヤの顔は浮かんでなかったと思う。じゃあ自らそこに入り込んできたっていう。でも本当にスターになっていくっていうのは万波でありタミヤであり、そうですね、っていうような選手だよ。いやもう今ややっぱスターになってますね、もうエスコンで。いやだからもうなあ、うん、ここからだよ勝負は、うんうん、絶対に足がかりはできたんだよ。そうですよ、ね、でオールスターにも出るだろうし、はい、でオールスター出た後半が大切だから。これ後半やっぱ疲れとかって。いやまあもちろんね、初体験だから、うん、その1年間フルに戦うっていうのが、うん、だからまあそれなりの疲れはあるだろうけども、うん、いろんな管理もされてるしね、うん、で筋量が落ちたらすぐなんかの手を打ってくるし。あ、そうなんですか。もうそのぐらい細かくやってるからね、うん、日本ハムって、うん、だからまあそこら辺ね、まあ持つとは思うけども、はい、今首位打者の候補だよね。いやもうそうですよ。俺がタイトル取れたとしたらもうすごいスーパースターもある。そうですね、日本ハムからキャッチャーとしてタイトルを取るっていう、その打てるキャッチャー。そうだ、ね、ですよね。打てて守れて走れて、しかも走れるって今までなかなか。いやもう抜けてるよ、ね、ですね。今までのそのかつてのキャッチャー像から抜けてる、うんうん、あの全日本にも選ばれますかね。選ばれると思うよ。もうもちろん選ばれると思う。あの次の例えば WBC だったりとかも、もちろん選ばれると。あとあのねロスからまた野球が復活するので、はいはい、例えばその代表だったりとか。もちろんでしょう。わあすごいですね。いやいやすごいですね。だからあのなんていうの、他には俺はキャッチャーとして考えられない。まあ、佐藤俊也っていうのは今年ね、うん、はい、あの非常に成長したっていうふうに思う、うん、あと山本雄大 DeNA、 はい、うん、ね、だから俺その時 DeNA と日本ハムだったから、うん、両キャッチャーと取ってた、はい、抑えてるとこ抑えてる。いや女房が山本雄大の一押しなんだよ。あ、そうなんですね。あ、そうそうそう。だから俺は、うん、DeNA は山本、うんがもう本当に正捕手だと思ってる、はい、松尾がいるだろ。いますね、はい。だから松尾は早いうちにコンバートした方がいい、うん、あのバッティングを生かすんだったら。もうじゃあ野手一本にした方がいい。いやキャッチャーとして山本雄大抜けないよ、うん、無理かと思うよ、はい、いやそしたら併用になるともったいないし、うん、両方ともバッティングいいし、はい、松尾のバッティングっていうのは山本雄大よりはいいけど、うん、キャッチャーのスキルとしたら、うん、これはね、ちょっと追いついていかないよ、山本雄大。すごくあの伸びちゃったから、はい、だから本当にね、DeNA は早いうちにコンバット考えないと、うん、これは時期が遅れれば遅れるほど松尾の現役生活の時間が短くなる、はい、はい、もったいない、もったいないだ、はい、そしたら、うん、宮崎がサードでどうのこうの言われる、うん、それだったらサードにコンバットしとくとか、おー、後かまで松尾選手が、そうそう、はい、とかやっとかないと間に合わなくなる、うん、それはあれですね、やっぱ DeNA のコーチ陣たちがそういう風に持っていかないとっていうことですね。まあそうだね、うん、いやだから本当にあの山本雄大も伸びたし、はい、セ・リーグを代表していくって言ったら、まあ、山本雄大かもわからないし、でパ・リーグというと、もうタミヤだよ。わ、この2人がじゃあね、 それぞれのセトパのキャッチャーっていうのをこうリードしていくのかなっていう。ツーショット撮ってると2人とも抑えてるとこ抑えますね。抑えあ、お互いするな
今川早く来い。もうそう、また泣いちゃうから、うん、また泣いちゃう。いや、まあ、今川ポジション違うじゃん。もうちょっと違う、なんかもうちょっと家族ぐるみって感じですよね。そうだな、端正な顔立ちのためにやったらちょっと系統が違うからどうって、あちらはもうなんか今川選手はね、なんか野生味があるから、いいですね、ワイルドな、いや、ワイルドな感じで、うん、まあ、笑顔が可愛いかな。そうですね、うん、まあ、タミヤ選手はもうちょっとあのアイドルというか、アイドルだね、系のね、もう完全に今人気、多分あの野球選手人気ランキングってよくあるじゃないですか、投票で。いや、これ投票したら結構ね、私1位に行くと思うんですよ。いや、まだ無理じゃないか。私今1位いけると思います。いや、お前そう思うかもわかんないけど、うん、セリーグで阪神ファンとかあんまり知らないよ、うん、タミヤって誰だ。知ってるけど顔と名前が一致しないって、うん、もう一回多分今もう出てると思うんですけど、もうこの屈託のない笑顔、これね、オールスター明けに投票したら、うん、1位、多分1位。あ、そっか、オールスターでさらに人気が出る。そうか、でもほら阪神の選手もこの前甲子園で日本ハムとは、まあ、2試合ですけど当たったぐらいでまだちょっとわからないか、ファン。だって1試合は伏見だから。そうだそうか、だから分かんないか。いや、分かってますよ、きっと。いや、分かってるけど、うん、じゃあジャイアンツファンが分かってるかっていうと、うん、やっぱそんなに日本ハムって北海道にあるから、うん、そう、え、距離、いやいや、距離、距離、いやいや、あんまりね、そこまではまだメジャーになってないって。パ・リーグのファン、これからだから。パ・リーグのファンだったらもちろんもう、いや、もうそれは知ってるよ。だから交流戦じゃなくてそのオールスターだけか。そうそうそう、オールスターでまたこれ活躍したらもう女の子キャー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 になりますよ。すごいよこれ、うん、そして今年俸が2024年700万なんですよ、はい、今年オフは。まあ10倍ぐらいしてほしい。うわー、夢がある。あ、7000万、8000万、そりゃなんか木浪選手があったな。7000万でいいんじゃない、近本選手と。あ、7000万、これは、まあ、こういう首位打者取ったら別だよ。8000万、このままと、まあ、取る位置にはいますよね。いや、こんちゃんがいるよ。あ、そうだ、ダメだ、そうだ、上がいた。いや、ダメじゃないよ。え、匹敵するから。そうですよね、でも抜かさなきゃいけないんですよね。いや、抜かさないで、もうトップに立ってるから今はね、うん、そうか、これを維持、まあ、抜かすとか抜かさないで、トップを維持すればいいんだ。そうするとまた、それをタイトル分が上乗せされる。はい、じゃあ、これプラスプラスプラスで奥近く行くんですかね。今年、はい、いや、今年はまあちょっと奥近くっていうか、700万から、うん、そう、奥近くまではいかないと思う。行って7000、8000、まあ、俺は6000、7000だと思う。6000、7000か。いや、でも大幅なやっぱりアップですし、 それはあの、もちろん野球の試合というか、その打率とか得点という部分でピッチャーを受けるとかいろんな貢献もありますけれども、グッズの売り上げとか集客数とか、やっぱスターという意味でもの貢献度っていうのは高いですよね。いや、それは高いよ、うん、それはすごいよ。もう 女性とかどんどん詰めかけてくるっていう。そうだな、うん、羨ましいな本当に若いっていいなそうですね、若さあふれる現在27歳で、6月27歳、そう、あ、23歳、そうだそうだ、27はちょっと行き過ぎだ。えらい年取ったの。そうですよね、急に。6月13日生まれなのでもうちょっとですね、誕生日がな、はい、6月13、はい、今6月5日なのであと1週間後です。6月13、はい、お、なんかもうちょっとあの、あ、そうか、いや、次の日がおふくろの誕生日だ。あ、だめだ、だ、自分の身近な人と合わせようとするっていうね。ちょっと、まあまあね、6月13ね、はい、なので、なんかね、おそらくこの誕生日の日、試合はあるとは思うので、もしかしたらね、打席でバースデーコールが流れたりとか、バースデーアーチなんかあったらいいですよね、うん、そうだな、うん、6月13ってはどこで試合やるの。中日とエスコン、あ、エスコンなので、それはお前、すごいよ、すごい飾り付けがすごいね女の子たちがうわーってもうちわ持ってね、行くでしょうね。でもね、その浮ついた感じは全然受けなかったんだよね、うん、確かにヒーローインタビューでもそんな感じしなかったですね。しっかりしてそうな感じもありますし、まあ、そうですね、だって女房役ですもんね、ピッチャーの、うん、でも首位打者チャンスあるなって話したら、はい、取りたいなって言ったら、そうですね、チャンスがあったら取りたいです。謙虚ですね。まあ、謙虚だし、やっぱそこにフォーカスしてちゃんと言えるというさ、うん、まあ、自信もなんかすごくいいなと思ってさ、うん、
だから、まあ、応援してあげたいなっていうふうに思うしね。そうですね、今川がやきもち焼かない程度に完全に、もしかしたら今川選手 YouTube のコメントで泣きマークのが来てるかもしれないですTT マークでが上がってこい早くなあ、頑張って。そうですよ、そしたら推しが2人ね。そうだよなあ、推し2人ですよ、豊さんの。いや、そうだよ。でもそうなると球場でまずどっちにね、まあ、多分今川選手の方が走って挨拶来るでしょうね。もう絶対来るそれタミヤは初めて話をしたから。そうです、ね、あ、でも挨拶はその前からしてたけども、はい、まあ、初めてこうちょっと話をして写真撮ってみたいな、うん、写真今川飛んできてくれると思うからね。今川こうやって抱きしめてやるそうですね、今川選手もぜひ活躍して、そうあの豊さんとのツーショットの写真インスタグラムにね、そうや、上げられる日が来るといいですよね。いやいや、来るよ、来ますか、また。あ、じゃあそれを信じてやってよ。そうですね、今川信じてやって来るといいですねって、なんかもう、まあ、終わりだなみたいな終わりだな、そんなことじゃない。そうですよ、ね、絶対来るから。じゃあ推しの田宮選手と今川選手がね2人して、あのお立ち台なんか来た、豊さん泣いちゃいますよね。え、あのアベックホームランとかな。いや、もうちょっと泣いちゃうじゃないですか、豊さん。今川ちゃん、あのタミヤはチャンスあるんだけどな、うん、今ひどい、ひどい、早く来いよみたいな。そうですよね、そうそうそう、今川選手待ってます。はい。